あのプログラム自体がねやっぱり、ね、すごくね素晴らしいのとね、彼もこの振り付けのね動きっていうのをねよく研究してね、氷の上でよくこれだけ動けるところまで持ってきたと思うんですよ。はい。でね、このエキシションプログラム、エキシションプログラムで、あの正面を向こうとこちら側とに2つに分けてプログラムを入れ替えますし、はい、途中でもって違うところでもって崩して、でもつじつま合わせるとかつじつま合わせてしまいますし、器用ですよね。そうですね。それとあの音と動きのうまく合うというか、合わせるというか、音をねすごく大切に使ってますよね。そうですね。ですから、やっぱりねそのステップとかねなんかその試合の時にですね、あのいろいろそのあれが果たしてステップと言えるかとかそういう専門的な領域の問題はあったんですが、ただこれだけ踊るというねことができる選手ももうほとんどいないですよね。終わった後ももう大サービスを振り返ります。いやーもうお客さん大喜び。佐藤さんいかがでした？なんかすごいですね。またやってますよ。だからすごいですよね。あの4分半のプログラム滑り終わった後にまたあのバックフリップ後方宙返りやりますからね。まあしかし去年一昨年ぐらいは少し、まあ、雑になってきたというか、このエンターテインメントの部分だけが強調されるような形がありましたけれども、オリンピックに向けて本当に見事に仕上げてきましたよね。そうですね、洗練されてきましたよね。ましたね。さすがです。再び登場、パンダのぬいぐるみを持っています。お、そして今音楽の担当のところに行きましたので、これはもう一曲、もう一演奏、ね、アンコールに答えてくれそうな雰囲気ですね。今度は細かく打ち合わせしています。パンダと打ち合わせですね。パンダと打ち合わせしてるように見ますね。これですと。演技を見せてくださいそうです。アンコールに答えます。同じ曲です。再び先ほどの女性の前に行きました。振られてしまいましたね。一人で騒いでますよ。ここはやはりもう一度見せてくれます。長野オリンピック男子シングルブロンズメダリスト、キリス・ケンドローさんでした。キリス、どうもありがとうございました。
やろう。素晴らしい旅精神。最後に長野オリンピック、ちょうどこのエンブレム五輪の上に寄贈してもう一度挨拶します。なんとなくこっちに向いてキャンベローに手を振られるとこっちも振りたくなってしまいますね。なんかでも引っ付ける魅力ありますよね。ありますね。ショートプログラム5位を取った時には、ね、メダルがまずないんじゃないかと思ったんですけれども、はい、やっぱりこのプログラムで、ね、フリーだけです2位取ってますんでね、そうですね、素晴らしいね、やっぱり評価が下ってますよね、はい、このステップはもう本当にもう見ていた人たちの記憶に焼き付きましたね。僕ね、本当にこれだけ動きがね研究され尽くしていると言いますかね、本当に手の先になんかサーベルを持っているような、ね、感じがしますよね。そうですね。